衝撃の決定に阪神ファン衝撃。大山祐介が FA 宣言。新監督藤川の下でチームを離れる。プレミアム契約が続々舞い込む。チーム崩壊の助章か。セリーグクライマックスシリーズファーストステージ。阪神3、10DNA。第2戦、13日、甲子園。阪神の内野手、大山祐介選手。29が、今年4月に初めて取得した国内フリーエージェント。FA、県を行使するかどうか。 慎重に検討していることが13日に明らかになった。今シーズンは調子を崩して一時は2軍での再調整を経験したものの、シーズン終盤には再び4番打者として復活。ボンダジでも全力で走る姿勢がチームに大きな影響を与える存在だ。仮に FA 権を行使すれば、複数の球団が獲得を狙う争奪戦になる可能性が高く、阪神球団は全力で引き止めに動く見込みだ。試合終了後、4番打者の大山は、 まるで全ての責任を自分一人で背負うかのように、同じ言葉を繰り返した。ただただ悔しいです。本当に悔しい。それだけです。阪神はレギュラーシーズンを2位で終えたが、CS ファーストステージでは DNA に連敗を喫し、厳しい表情の大山は甲子園を後にした。昨シーズン、大山は不動の4番として、チームを18年ぶりのリーグ優勝、そして38年ぶりの日本一へと導く原動力となった。しかし、 今シーズンは下半身のコンディション不良も影響し、開幕直後から不調が続いた。6月4日の楽天戦、甲子園では打率が1割台に突入し、連続試合出場記録が227で途切れた。翌5日から約2週間にわたり2軍で再調整することになり、6年ぶりとなる不振による降格という屈辱を味わった。それでも、6月下旬に1軍へ復帰すると調子を取り戻した。5番打者として起用された後、 シーズン終盤には再び4番に返り咲きチームトップリーグ2位の得点圏打率3 5 4を記録し勝負強さで打線をけん引した本塁打14本打点68はチーム内で3位にランクイン巧みな守備でも高い評価を受け昨季にはゴールデングラブ賞を獲得している一塁守備でも大きな貢献を見せたさらにどんな場面でも全力疾走を欠かさない姿勢がチームに与える影響は絶大だ 近く就任する藤川球児新監督のもとでも間違いなく欠かせない存在である。4月20日に初めて国内 FA 権を取得した際、大山は今は目の前の試合に全力を尽くすことだけを考えていますと話し、FA 権の行使についての言及は控えていた。これから、まずは権利を行使するかどうかを慎重に判断することになるだろう。8年間共に戦ってきたタイガースへの愛着は非常に深いが。 一方で、プロ野球選手として他球団の評価を聞いてみたい気持ちも少なからずあるかもしれない。もし行使するとなれば、複数球団による争奪戦になる可能性が高く、球団側は全力で引き止めに動く方針を示している。精神的な支柱であり、全力で走る姿勢が素晴らしいです。ゴールデングラブ賞を受賞したことで守備は安定していますが、成績に関しては賞賛すべき点がほとんどありません。4番打者としての役割を果たしていますが、昨日の大チャンスでは、 変化球を2球見逃した後、ボール球の変化球を空振りし、3球で三振に終わりました。同点の一発が期待される場面で、ストレートを待ち続けていた4番打者。その通り、岡田さんが言うように、力はあるものの野球がうまくいっていないですね。この成績で3億円を受け取るとなると、大山に頭を下げて残留をお願いするしかなく、ベンチに置いておくわけにはいかず、4番に起用せざるを得ないでしょう。大山が自ら残ってくれるなら嬉しいですし、 成績で4番の座を勝ち取ってほしいです。単年契約は大山の意向だから、他球団への FA 移籍もやむを得ませんね。むしろ、この機会に野口や井上、森下といった選手がリーグを代表する4番として活躍してくれれば、阪神も強くなると思います。その点に期待を寄せたいです。歴代のタイガース日本人育成選手としての4番打者には、ト村、藤本、縁井、田淵、掛布がいます。 果たして大山はこの中に名を連ねることができるのでしょうか演技以外の選手たちは全員打撃タイトルを獲得しています。演技もまたミスターとの首位打者争いに挑みました。常に打撃タイトル争いに名を連ねるような成績を残さなければ、4番打者としてのイメージは湧きません。FA は選手自身の権利ですから、使用するのであれば無理に移留する必要はないと思います。新しい4番打者を育て、打撃タイトル争いに絡ませていけばよいのです。 選手を引き止めるために年俸を上げるのは野球界の一般的な慣習ですが、それだと3億円以上になりますよね。今シーズンの成績で2億8000万円からの年俸アップを提案するのは、正直言っておかしいです。選手の価値に見合った適切な金額を提示し、もし出ていくことになれば、縁がなかったと受け止めるしかありません。ちなみに、大山選手は好きで、ドラフトからずっと応援してきましたし、守備力や人柄も素晴らしいと思っています。ただ、 今シーズンの成績で年俸が上がるのはおかしいと思います。FA とはいえ、昨年は複数年契約を断っていますから、そこはもっとビジネスライクに考えてほしいです。大山選手の今後の野球人生を考慮すると、新規一転して FA 移籍することには大いに賛成です。他の球団が年俸アップを提示するのは自由ですが、阪神がそれを行うと他の選手たちのモチベーションが低下してしまいます。あの成績でも FA 宣言すれば給料が上がるのかと思われてしまいますから。 新しい監督が新たな阪神の4番を育てていくのがいいと思います。阪神にいるからこそ、引退後も安定した生活が保障されているため、残留するとのコメントを去年から多く見かけた。大山選手は大学時代までずっと関東でプレーしており、あちらでのキャリアを追求する可能性もある。人脈を広げることは、引退後の仕事の幅を増やすことにもつながるだろう。FA 権は努力の結果へた権利なので、来期どのチームでプレーすることになっても応援するつもりだ。 もし大山が FA を選ぶなら、手を挙げる球団は必ずあると思う。4番打者としてではなく、6番あたりで使えるチームにとっては大きな戦力になるだろう。阪神としては、もし FA されることになれば、今年のドラフトでサードやファーストをこなせる強打の内野手を獲得する必要がある。現在のところ、ファームにはそのような選手はいない。育成が進むまでは原口選手と渡辺選手がつなぎの役割を果たすかもしれない。阪神で引退まで在籍してくれると嬉しいが、 今年の成績次第では年俸が上昇するマネーゲームになる可能性があるため、無理をしなくてもいいと思う。大山選手は阪神にとって重要な選手なので、彼が最良の選択をすることを願っている。阪神は森下選手が成長してきているため、大山選手の残留がそれほど必須ではないようですね。これまで楽天を応援してきたが、監督の交代に伴う混乱に嫌気がさしてしまいました。地元は茨城なので、関東に戻りたいという気持ちもあるのではないでしょうか。 西武や千葉ロッテ、そしてなんだかんだで巨人も候補に上がってくるように思います。阪神では物足りないかもしれませんが、ホームラン20本以上打ち、守備も優れた選手は貴重な存在です。年俸はその時の市場によるので、成績に見合わないこともあるでしょうが、3億円台の複数年契約になるのではないかと思います。4億や5億円には達しないような気がします。里崎さんがよく言っているように、ビジネスの世界では年俸交渉を控える前に残留します。 というケースは珍しいものです。しかし、今の年俸を考えると、獲得に手を挙げる球団はないというのが正直なところです。阪神としても、もし年俸が上がる形で残留させようとしたら、それは筋違いです。年俸を下げた上で出ていかれた場合は、それを受け入れるしかないと割り切っています。外野は競争が激しいので、その時には新しい外国人選手や井上選手、渡辺選手などとファーストのポジションを争わせればいいと思います。 他球団のファンとして今後のプロ野球の活性化のためにも、阪神の超エース選手が国内の他チームに FA 移籍するという歴史的な瞬間をぜひ目にしたいと思っています。成績に関する話が多い阪神ファンが多いですが、彼の人柄や企業は他のファンから見ても素晴らしく、多くの選手から慕われているでしょう。彼が移籍する際の目に見えない影響は絶対に大きいと思います。阪神側もどのようなオファーをするのか非常に注目しています。 正直なところ、人間としてお金が最優先になるのは当然のことです。今年の成績で年俸が2.8億円であれば、阪神としても年俸を下げざるを得ない状況ですし、単年契約である以上、なおさらです。しかし FA を選択すれば、今年の年俸は維持され、同等の年俸で複数年契約を得るチャンスもあるでしょう。大山選手自身のことを考えると、移籍の可能性は十分にありますね。もし大山選手が FA 宣言をした場合、 西はぜひ彼の獲得に乗り出して欲していです。正直言って、特に抜きんでた成績を残しているわけではありませんが、貧弱な打線のセーブに加われば立派な4番打者候補になり得ますし、ファーストのポジションや背番号3も空いています。